ロドリとエンソフェルナンデスが人種差別して、なんか炎上みたいな、してるらしいっすよね。あともう一つはあれ。佐野海舟。どうなっとるんですか？サッカー界は。今日は7月17日の、まあ、7時なんですけど、まあ、今はそこまで広がってないんですけど、こっから多分佐野海舟のね、なんだろう、ニュースとかが続々出るんじゃないですか。7月17日、やばいね。サッカー界が。伊東純也とは違いますからね。現行犯逮捕ですから。あと、佐野海舟ってあんまりね、性欲強そうに見えないんですけど。伊東純也もそうだよね。あんまり性欲強そうに見えない選手がなんか。まあ、でも伊東純也は違かったんだよね。週刊文春がちょっと、やっちゃった。普通に犯罪だよな。誤報を流すって。佐野海舟がね、もうやると思わなかったわ。皆さんも気をつけてくださいね。